こそベルベットルームへ。おお、これはまた私の名はイゴール。お初にお目にかかる。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。本来は何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたには近くそうした未来が待ち受けているのやもしれませんな。常に同じにカードをあやまさに。おお、近い未来を示すのは塔の正位置、そしてその先の。迷い、そして謎を示す。あなたはこれから近く、あなたは何だか今年運命は節目にあり、私の役目はお客人がす。おっと、ご紹介が遅れましたな。こちらはマーガレット、同じお客様の旅のお供を務めてまいります。詳しくはで、ケロリーマジック。はい、ではいよいよ今最もホットな話題、山のバイビングリングの情報。歌詞と結婚して女子アナと二人ってすごくない？数字家ってそんなモテんの？金とかコネとかなんじゃない？やっぱ経済力と政治力なんだよね。知ってると思うが、3月いっぱいでこいつが転校することになった。ほら聞けお前ら、話終わってないぞ。そうだな。やら、果たしてこの三角関係どう？
おーい、おう、写真より男前だな。ようこそ稲橋へ。お前を預かることになってる。お前のおふくろさんの弟。おむつ変えたこともあるんだがな。こっちは娘の七子だ。俺、挨拶しろ。こんにちは。こいつ照れてんのか。いて。さて、車こっちだ。ねえ、落ちたよこれ。別にいい、拾っただけだから。おい、どうした？トイレ一人で。うん。奥を左だよ。左ってわかる？お箸持たない方ね。わかるってば。どこかお出かけで？いや、こいつを迎えに来ただけだ。都会から今日を越してきてな。都会からすか。ついでに満タン頼む。ああ、レギュラーでな。はい、ありがとうございます。一服してくるか。君、都会から来ると何もなくてびっくりしちゃう。実際退屈すると思う。でさ、うち今ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。仕事しないと。大丈夫？車酔い？具合悪い？どうした？大丈夫か？長旅だったろうからな。ま、無理もねえさ。散歩がてらその辺でも見てきたらどうだ。Still I can, oh baby, I need you. Looking so deep, like running streets.
じゃ。しかし兄さんと姉、一年限りとはいえ親に振り回されてこんな、まあうちは俺と七子のこれからしばらくは家族同士だ。あ、見ろ、七子がビビってる。場所は。分かった。すぐ行く。酒飲まなくて当たりかよ。仕事でちょっと出てくる。帰りはちょっとわからん。七子、あとは頼むぞ。七子、外は雨だ。入れた。そうか、じゃあ行ってくる。降るでしょう。では、明日、西から張り出した雨雲のせいで明日は…いただきます。仕事。お父さん刑事だから。次のニュースです。稲葉市議秘書の生為太郎氏が不適切な女性関係から、夫人で演歌歌手の柊木美鈴さんは取材に応じ、慰謝料を求め争う考えを明らかにしました。事態を受け、地元テレビ局アイテレビジョンは、生為氏と愛人関係とされる山野真由美さんを全ての担当番組から降板とし、問題解決まで。ニュースつジュネスは毎日がお客様感謝で、来て見て触れてください。Everyday Young Life Juness。 食べないの？
朝ごはんできてるよ。おはよう。よし、じゃあ、朝はパンを焼いて、あと目玉焼き。夜は買ってくる。今日から学校で車中まで同じみ。あとこの私。ついてねえよな。モロキンな。1年間延々あ。ところでさ、この組都会から転校。え、本当？都会から転校生って、あれ、何朝からしん。いや、ちょっと。穴村のやつどうしたの？さあ。静かにしろ。今日から貴様らいいか、春だからって恋愛だ異性行為、わしの目の黒いうちは貴様らに。ああ、それからね、ただれた都会から偏僻な地方都市に飛ばされて、いわば落ち武者だ。ではん、貴様の名は腐ったみかん町に刻む。いいかね、ここは貴様が今までいたいかがわしい、いい気になって女子生徒に手を出したりいたちゃいっても、最近は昔と違ってここいらの子供も混ぜてるからね。どうせ暇さえあれば携帯で出会い系だのな。先生、転校生の。ああ、そうか。よし、じゃあ貴様のさっさと着席しろ。あいつ、まあこのクラスになっちゃったのが、うん、かわいそう。転校生来ていき、目つけられると停学とかリアルに食らうもんね。まあ私ら同じクラスだから。静かにしろ貴様ら、出席を取るから。では今日のと先生方にお互いのより、また全校生徒はいいか。あいつマジしんどい。なんか事件？すっげえ近くね。そ、何も見えねえ。なんだよ。最近雨降った後とかやけに。そういや聞いた？例の女子アナ。ああ、商店街で見たやついるら。てか、
マジかよ。あのさ、天城。天城んちの旅館にさ、そういうの答えら。ああ、そりゃそっか。さあね、放送なる前に速攻帰る。ね、そういえばさ、ほら、雨の夜中。あ、あ、いいって、当然。けど、隣の組の男子、俺の運命の相手は。全校生学区内で事件が発生しました。できるだけ保護者の方と連絡を取り、警察官の邪魔をせず、繰り返し。事件？何何？どういうこと？ねえ、見に行こうよ。あれ？代わり一人？よかったら、ああ、私、里中知恵ね。んじゃあ、で、こ、あ、はじめまして。うわ、謝んないでよ。私、失礼な人みたいじゃん。ちょっと話を聞きたいなって、それだけだってば。ああ、里中さん。これすげえ面白かったです。技の繰り出しがさすがの本場っつーか。申し訳ない、事故なんだ。バイト代入るまで待って。じゃあ。待てこら、貸した DVD に何した。うわっ、なんで、信じられない、ひび入ってんじゃん。私の伝説が。俺のも割れそう。机の角が直に。あ、大丈夫？あ、天城、心配してくれてんのか。いいよ、ユキコ。花村なんかほっといて帰ろう。君さ、ユキコだよね。え、だ、誰？何あいつ、どこの学校？よりによって天城狙いかよ。てか、普通は一人の時に誘う。張り倒されるに、俺、リボンシトロン一本な。賭けにならねって。天城越えの難易度、知らねえのか？あのさ、行かない。ならいい。あの人、何の用だったんだろう。何の用って、デートのお誘いでしょ、どう見たって。え、そうなの？そうなのって。ああ、まあけどあれはないよね。いきなりユキコって怖すぎよ。天城、また悩める男子振ったのか。まったく、罪作りだな。俺も去年バッサリ切られたもんな。別にそんなことしてないよ。あ、マジで？じゃあ今度一緒にどっか出かける？それは嫌だけど。わずかでも期待した俺がバカだったよ。つうかお前ら、あんま転校生いじめんなよ。話聞くだけだってば。あの、ごめんね、いきなり。ほら、もう行こう、なんか注目されてるし。そっか、親の仕事の都合なんだ。ここ、ほんとなんもないでしょ？そこがいいとこでもあるんだけど、
よその人に言えるようなもんは全然。あ、八十神山から取れる、なんだっけ、染め物とか焼き物とか、ちょっと有名かな。あ、あと、ゆきこんちの天城屋旅館は、え、別に、ただ古いだけだよ。隠れ家温泉とかって雑誌とかにもよく載ってんじゃん。この町で一番立派な老舗旅館でね、ゆきこはそこの次期おかみなんだ。ゆきこんち目当ての観光客とかも来るし、この町それで持ってるよね、実際。そんなことないけど。ね、ところでさ、ゆきこって美人だと思わない？でしょ？ちょっと、学校でもすごいモテんのにさ。やめてよ、いきなり。全部嘘だからね。モテるとか、彼氏、あ、違った。違うから、彼氏とかも、ちえ。ごめんごめん。だって、せっかくなのにノリ悪いんだもん。あれ、なんだろう。でね、その高校生の子、ちょうど早退し、まさか、あん、見たかったわ。遅いんだから。ついさっき、警察と証拠、怖いわね。こんな近くでした。え？今、なんて？おい。ああ。たく、あの校長。し。こいつの保護者の堂島だ。ああ、まあ。とにかく3人ともうろうろしてないで。あだち、おめえはいつまで姉妹気分だ。今すぐ本庁帰るか。すいません。さく、顔を洗ってこい。すぐ自撮り出るぞ。放送アンテナに引っかねえ、ゆきこさん。うん。じゃあ、私たち。ではまず今日最初のニュース、本日正午頃
稲葉市のサメが遺体で見つかったのは地元テレビ局のアナウンサー山野真由美さん27歳です。稲葉警察署の調べによりますと、稲葉警察わかってる。遺体は民家の屋、なぜこのような死因も今のところ不明で、ただ周辺には地域特有の濃い霧が出ており、屋根の上で見つかった。あ、ジュネスだ。ジュネスは毎日がお客様感謝デー。 Every day young life ジュネス、 Every day young life ジュネス。覚えた？七個目、一番うまいんだよ。誰か、いやー助かったわ、ありがとな。そうだ、転校生だ俺、花村陽介。なあ、昨日の事件、あれなんかの見せしめとかかな。わざわざ屋根の上にぶら下げると、つか殺してで、いや後ろ乗ってっか。そうよ、まあ来たばっかだしな。ここって都会に比べりゃ何もないけどさ、空気とか結構うまいし、リフ的だぜ。すごいっしょ、やぼったい響き。俺安いとこ知ってんだけど言っとく、おごるぜ。今朝た、私にはお詫びとかそういうのな。清流伝説ね、飯の話になると来るなお前。ユキコもどう？いいよ、太っちゃうし。それにうちの手伝い、天城ってもうおかみし、そんな修行なんて、忙しい時。それじゃあ私行くね。仕方ないか。え、安い店ってここかよ。お前にもおごんなら、あっちのステーキハウスさん。だからって別に俺んちってわけじゃねえって。お前にはまだ行ってなかったよ。俺も都会から引っ越してきた親父が新しくできたここの店で家族で来たってわけ。んじゃこれ歓迎の印って、里中のもおごりだぞ。あ、知ってる。ここってさ、できてまだ半年くらいだけど、店とかどんどん潰れちゃっ、別にここのせいだけってことないだろ。あ、小西先輩、悪い、ちょっと。そうならいい。小西咲先輩、家は商店街けど、ここでバイトしてんだ。お疲れっす。おっす。今やっと休。花ちゃんは友達連れて自分家の
うわっ、ムカつか。本当に元気な。別に、ちょ、何かあったら何でも言ってよ。俺大丈夫だって。ありがとね。はあ、うわもう。あの子、もしかして。君が転校生？ああ、私のことは聞いてる。他一個同士はやっぱり花ちゃんが男友達連れて。こいつ友達少ないからさ。でも花ちゃん、おせっかいでいいやつだけど、うざかったらうざいって。わかってる。先輩、変な心配。さーて、こっち、それじゃね。なあ、先輩。人のことうざいだ。あの人、弟いるもんだから。弟扱い、不満ってこと？地元の老舗酒屋の娘とデパート店長の息子。燃え上がる禁断の恋。そうだ、悩める花村にいいこと教えてあげる。真夜中テレビ、雨の夜の午前0時に消えてるテレビを一人で見るんだって。で、画面に映る自分の顔を見つめてると、それ、なんだそりゃ。何お前、よくそんな幼稚なネタでいちいち盛り。よ、幼稚って言った？信じてな。信じる。だったらさ、ちょ、やってみよって。久しぶりにアホくさい話を。それより、近日はその辺に犯人。そういうの面白がんなっての。とにかく今晩ちゃんと試して。ない、電話するって。あ、帰ってきた。やはり、ただいま。な、ない。悪い悪い。テレビ、ニュースに。次は、霧に煙る町、稲葉市で、アナウンサーの山野真由美さんが。山野さんは生前、歌手の柊木美鈴さんの夫で、議員秘書の生為太郎氏。警察では背後関係をさらに調べる。番組では遺体発見者となった地元の学生に。第一発。最初に見たときどう思いました？死んでるって分かった？顔は見た？霧の日に殺人なんてなんだか怖いよね。殺人なんですか？早退した帰りに見つけたってことだけど、早退は何？地元の商店街の近くで起きた悲惨な事件。商店街関係者の多くは客足。お前らが騒ぐから余計に客足が遠のくんだろう。まったく奇怪な事件ですね。民家のアンテナに何かの見せしめか犯人かな。犯行声明などは出ていない。いたずら電話なら。そもそも死因は不明のままだし、事件か事故かもわからない。では一旦 CM。 ジェネスは毎日がお客様感謝で、来てみ。 Every day young life ジュネス。Every day young life ジュネス。ねえお父さん、今度みんなでジュネス行きたい。ダメ？ああ、もう。
我らの主、汝は我ら。なるじ、扉を開く。すごい音したからおやすみなさい。ごめん。行こう。逆さにぶら下がってたって何なの？処刑とかそういう。死体見つけたの3年の小西って人らしいよ。いや、その大した、実は俺、やっぱその花村、事件の第一発見者ってだから元気なかったのかな。あれ、ゆき今ちょっと大変な。なんか天城今日忙しそうだよね最近。ところでさ、いや、まあその見たけど、運命の人が女って誰かまでは分かんなく、髪がねふわっとしてて肩ぐらいで、それ俺にはもっとぼんやりとしか見え。しかも同じ子知るかで。お前が見たのも同じ。しかし妙な声ってのはともかく、テレビに動揺しすぎ、じゃなきゃ寝落ちだな。けど夢にしてもテレビが小さいから入れないってとことか、変にリア、もし大きか、そういえばうちテレビ大きいの。へえ、今買い替えすげえ多いか。なんなら帰りに見てっか。うちの店品揃え強化月間だし。見てく見てく、親家電疎いし、早く大画面で買う。ちょあ、だいぶでかいのまであるぜ。お前が楽に入れそう。でかっ。
しかも高っ。こんなの誰が買う。さあ、金持ちなんじゃん。けど、うちでテレビ買うお客とか少なくてさ。ほう、やる気ない売り場だね。やっぱ、ね、だいたい入るったって今のテレビ嘘ってか何の話で、里中。とりあえず安いやつって言ってた。おすすめある？こちらなどいかがでしょうか、お客様。この春発売されたば、ちょ、全然安くないじゃん。てか、まずお前の安い花村のコネで安くしてよ。そういうのは無理。じゃあこっちとかどうだ。展示品でちょっと古いけ、そういやさ、お前んちのテレビって何？あいつの腕。うわっ、あれねえよ。嘘。マジだ。で、どうなってんだ。バカよ。なかくてやっべえ。は、も行き時なくて、あっ、客来る。え、ちょっと、ケツの財布がダイレクトに。もう、何なの一体。何ここ、ジュネスのどっか。なわけねえだろ。だいたい俺たちテレビから。つうかこれ、何がどうなってんだ。ねえ、何なのこれ。若干ケツが割れた。もとも、うわ、な、何バカ。これってすごい霧。こんな場所、うちらの、ま、あるわけねえだろ。どうなってんだ、こ、どうすんの。え、とにかく、い、あ、私らそういう出れそうなとこな、ちょ、そんなわけね。知らんよ、いやだ、もう帰る。い、だから、ど、そうだな、冷静に、冷静、とりあえず、出口を、ここ、現に俺らここにいるんだ。それはそうだけど。てか、なきゃ帰れないだろう。とにかく調べようぜ。何ここ、建物の中っぽい感じあるけど大丈夫。わかんねえよ。けどあるで、そう、県外か。さっさと行かないでよ。よく、え、行き止まりだ。
見た目も君は。なあ、俺。ちょ、出さなきゃも。そこで。みんな。ああ。知らん。このポスターめちゃめちゃ。この椅子とロープ、輪っかまであるし、これす。ねえ、戻ろう。なあ。いい。そい。わかった、戻。何な、何これ、猿じゃない、熊？何なんだこいつ。君らこそ誰熊？喋って、誰よあんた。そんなに大きな声出さ。ここはここ、僕がずっと。とにかく君たちは最近誰かがここに。はあ、誰の仕業か知らないけど、あっちの人に。ちょっと何なわけ、いきなり出てきてんな。あんた誰よ、何がど。要はここから出てけってんだろ。俺らだってそうしたい。おっきい。だからクマが外に出すっつってんの。だからわって。え？だ。さあ、いきなりな。なおす。来た。ただいまより1階お惣菜売り場にて恒例のタイム、今夜のおかずにもう一品、ヤングもシニアも。げっ、結構長くいた。そうか、思い出した、あのポスター。ほら見ろよ。何よ、いき、本当だ、あれだ。さっきは顔なくてわかん、最近ニュースです。旦那がこの前死んだ山野アナと不倫してたとかって。おい、じゃあさっきのわけわかんない部屋、山野アナが死んだ件と、そういやあの部屋、やばい輪っかがぶらす。うわあ、やめやめ。おい、いつか今日のことをまとめて忘れることにするね。なんか気分も悪いし。おう。あのな、小西咲って生徒の子。ああ、実は行方がうちの連中で探しているんだが。次は霧の町に今も暗い稲葉市で、アナウンサーの山野真由美さんが被害に遭う直前の山の地元の名所として知られる天、一人での宿泊だったということですが、昇進旅行。ああ、天城屋旅館。おかみの高校生の娘さんが働いてるんですが、この、そしたら現役女子高生おかみですよ。いや、なるほど。雨足は事件のあった稲葉市周辺などでは視界が悪くなります。車の、ラーメンもういい？
まだ早いだ。風邪か？いかんな。ナナコ、薬。薬飲んだら、今日は。